新人選果が電子カップ最終日、8日、千葉、グレートアイランド C=6582 ヤード、パー72、昨年度、95期生、と今年度、96期生のプロテスト合格者が出場する3日間大会。96期生は、高木優奈、25、イコールフリーイコールが5バーディー、3ボギーの70で回って通算5アンダーで。 初日からの首位を守って完全優勝を果たした。95期生は66をマークした5カーン、19イコール台湾イコールが通算6アンダーで優勝した。遅咲きの新人が貫禄の完全位だ。最後は1メートルのパットを沈めた高木は万歳で勝利の喜びをかみしめた。偉大な先輩たちが勝った試合で自分も勝ててすごく嬉しい。 不動有利、横峯さくら、上田桃子、森田梨香子、川崎春から歴代覇者に続き、笑顔を見せた。1打リードで臨んだ最終日、前日は5球のミスで2打のペナルティを受けていただけに、昨のの5球をなかったことにするには勝つしかない、と気合を入れてスタートし、1番でバーディー。12番では15メートルを沈めるなどして一度も首位を譲らず、逃げ切った。 渋野日向子や原絵里からと同じ1998年度生まれの黄金世代 TP 単年登録で出た2019年のカブツアーで優勝20から21年はレギュラーツアーに参戦しただが制度改定でジュガ正会員以外は予選会 QT を受けられなくなり22年に職場を失った 5度目の挑戦だった昨年度の最終プロテストは63位で不合格。今季はオーストラリアで試合に出たり、通算50勝の不動ユリや原田香織とのラウンドで学んだりして、腕を磨いた。先輩たちが、そのままでいいし、自分を信じてやりなさい、って言ってくれて。コツコツ一生懸命やるしかないと思った。前向きになり、今年6度目の挑戦で合格。 やっと気持ちよくゴルフができると晴れやかな表情だった。最終キューティーも15位で来季ツアー前半戦の出場権を獲得。シードはもちろん優勝を目指して世代の顔となった高木が来季のツアーを彩る。高橋朝香、高木優奈高木優奈1998、平成10年5月13日生まれ、25歳。神奈川、 小田原市出身、創業高卒、11歳でゴルフを始める。2013年、神奈川県阿女子の部、優勝。19年、下部ツアー、アナ・プリンセス・カップ、優勝。22年、全米女子オープン、2日本予選会を突破して出場し、69位。156センチ、55キロ。